はいどうも、ジャヌダルクです。とげで、今回も、コールオブデューティーモバイル、早速ね、実況プレイ、やっていくんですけども、いや、今ね、めちゃくちゃテンション上がっておりまして、もう、ついにですよ、こちら、ゾンビが追加されてから、約ね、今日が14日目になるんですけど、やっとね、こちら、ゾンビのティアマックス、レベル50に到達することができました。いやー、これね、一応これが最速なんですよ。っていうのも、一応わからない方向けに説明すると、これタスクっていうね、まあこのミッションが振られるんですが、それのこれ、リフィトー編の報酬 XP っていうこのコインですね。これを獲得しないとティアが進まないんですよね。まあ普通のマルチの方はね、やり込めば、まあ簡単に上がるんですけど、こちらは課金してもダメ、やり込んでもダメなんで、毎日ね、このデイリータスクとかこのチャレンジタスクっていうのを振られるのを毎日コツコツとやって獲得できるんですよ。それが本日最速が14日目ってことで、もう1日も欠かさずにやりました。多分ね、実況者で撮ってるの私だけなんじゃないかな。まあ、ドッキーノさんと田中さん絶対撮らないとして、 IQ さんはなんかちょこちょこと配信でやってるらしいから、ワンチャン今日上がる可能性あるんですけど、まあまあ一応ね、こちら最速で獲得できたってことで、まあこれ見てる方でね、もし獲得したよって方がいたら、おめでとうございます。はい。でこれね、何がすごいかって言ったら、まあ見たらね、大体わかると思うんですけど、ショーティーってまあ、こういう形で垂直2連なんですよ。そう、MW のね、725が元になってるんで、こういう形で縦に2個並んでるんですよ。これ垂直2連っていうね、ショットガンなんですけど、ゾンビの報酬はこれ水平なんですよ。そう、水平2連ってことで、マッドドックスですよね。エアガンで言ったら、私も動画上げてるんですけど、そう言ったら、ケンシロウで言ったら、ジャギの銃ですよ。ジャギの銃は3連だっけ？まあ、どっちでもいいんだけど、まあ、こういう形にね、もう全く別枠になってるから、めちゃくちゃ楽しみだったんですよ。いやー、長かった。マジ14日間かって、本当に。で、私ね、今のところまだ1回も見てないし、Twitter もね、上げてる人いなかったんで、ちょっとね、SNS でネタバレされる前に、早速ちょっと見ていこうかなと思います。あ、一応なんか、アタッチメントこういう風についてるけど、ちょっと初期の状態で見ていこう。いや、マジで楽しみ。はい、ということで、こちら。おほほほほ、結構ごついね。で、アイアンサイトこんな形。まあ、アイアンてかサイトがないね。はぁ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 。待って、どらやってんの？なんか埋まってね？どういうことこれ？まあ、ゾンビ銃だから、まあ、なんでもありって感じなのかな？全然わからへん。てかさ、これ弾がさ、ショーティー違うくね？だよね？ショーティーって普通の弾さ、青色なんだよ。そう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 。この色が、ショットシェルの弾なんだけど、変わってるよね？赤にさ。ほら。あ、いいね。やっぱショットガンの弾って、なんか赤色感あった方がよくね。なるほどね。やっぱリロードもちゃんと横に2列並ぶってことで、そこら辺ちゃんとテクしたというか、モデリングバグってないですね。いや、よかった。嬉しい。はい。ということでね、ゾンビ報酬、こちら無料で皆さん獲得できますので、まあ、ぜひぜひ獲得してみてください。じゃあ、これにちょっとアタッチメントいろいろつけてね、見た目変えていきましょうか。はい。ということで、これからもね、コールオブデューティーモバイルの動画上げていきますので、もしよろしければ通知が届くように、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。はい、ということで、早速、ランクマッチのドミネーションマッパハックニアドでやっていきたいと思います。いや、皆さん見てください。ほら、これ、垂直2連の、普通のね、ショーティーの方だったら、マロダサップが1個ついてるだけなんですけど、こいつは水平2連だから、ちゃんとね、2個ついてるんですよね。さあ、マロダサップを横にクイッてした感じじゃなくて、ちゃんと縦に2個、パンパンって並べてるから、そこら辺ちゃんとモデリングされててね、いやー、よかった。いや、頑張ってよかったよ。ナイス、運営、本当に。いや、今日ばっかりはね、さすがに褒める。ありがとう、運営。いや、無料でね、やっぱこういうちょっと面白い形出してくれたら、本当にありがたい。いやー、よかった。やっぱね、その、本家やってる人間からしたら、クソ、ショーティーのさ、形すげえダサいんだよね。そう。ただね、やっぱこの水平2連はやっぱこの短さじゃないとダメっていう。一応ね、コールオブデューティーワールドウォー2って作品で、まあこれのね、バージョンがあったんですよ。そう。ショーティーっていうか、なんだっけな、名前。ソードオフショットガンだっけ？なんかそんな形の名前が銃、確かあったんよ。いるな。どこ行った？いた！ういー！そう、ちょっと名前忘れちゃったけど、本当にこの形のやつがあって、一生弱体化じゃない、強化入らなくて、最弱銃って言われてたんですけど、それがね、ちょっと蘇っているということで、いいっすね。さあ、しっかりと前線上げつつリロードかまして、いや、いいなぁ、リロードがこれ、息吹をね、なんだっけ、ははは、にわかバレるな。そう、リロードが、こんなにも息吹を、リロード。で、多分来るから、詰めてくるから、いた。はい、いや、この距離やっぱワンパンできるの気持ちいいわ。やっぱ、ショーティー強いよね。まあ、ハンドガン、ショーティー一択じゃない？まあ、そうでも、まあ、50GS もさ、形成能力高いから、使う人もいるとは思うんだけど、やっぱ俺は、もう、あれかな、ショーティー一択かなって思って、特に最近サーチね、よくやるんですよ。その、チーター探しのために、サーチよく回ってるんですけど、やっぱ、ショーティー持ってくる人多いね。今までサーチって、近接武器持ってきて、やる人多かったんだけど、やっぱショーティー持ってくる人は圧倒的に増えてますもん。まあそういった形でね、本当にショーティーショーティーしてるんで、今のランクマ。
まあ、ぜひね、まだ正体獲得してないよって人は多分これアンロックしても、強制的にアンロックできるから、まあ、ゾンビの方も目指してみてもいいんじゃないかなと思います。いや、これワンパンできるのやばいよね、サブ武器で。TTK えぐいもん。で、最近の COD って、もう正直インフレ COD だから、どんだけキル速早くやるのっていう感じだと思うんですよ。そうそう、キル速早いもん勝ちみたいな感じだから、もうフェネックしかり MX9 とかもキル速バケモンっすもんね。そう、だからそれにやっぱ打ち勝つ武器、で、サブ機で持てるってなったら、それはまあ、AR 使いとかね、SR 使いとかやりますよ、AR、SR 使いは。SMG 持つ人は別にね、ってところあるんだけど。いるな、これ。これ行ったふりして、はい、戻る。はい、はい。あ、最悪、2発目外した。まだまだ、ショーティー使い慣れてないな。いや、これてか、敵諦めてんな。誰も B 来へん。まあ、こんな点差つけられたら、それ諦めるかって感じではあるけど、あれだよな、なんか幸福ボタン欲しいよね。確か、荒野行動が幸福ボタン実装したいよ。そう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 。あ、マジそれ解けるよ、お前。なんでやねん。終わるタイミング。なんか今ランクマ抜けたらさ、マイナス50されるじゃん、ポイントが。だから途中抜けしないんだけど、諦める人多いから、ね、放置で増えたよね。さあ、とりあえずショーティーで前突っ込む。頼むぞ。全然こんくらい？一人入ったんか。A に一人入ってる。はい、シングルキルで二人目。いやー、ちょっと待って、行ったふりして戻る。はい、はい、はい、強い。これが理不尽キルで目の前いるから、ワンちゃん危ねえ！ UAV のワンちゃん映り方怖すぎ。あー、Cいるな。これもショーティーでやっちゃう。え、待って、誰もおらへん。待って、味方が、ああ、なるほど、そっち吐けたんか。はい、行ったふりして戻っていくスタイルは通じませんよ、と。で、ワンチャンこれディスポーン。あ、C になるね、これ。これ、あえてこうしよう。こうして、はい、どうするかって言ったら、こうよ。はい、こう。で、カモン。は？待って、後ろ？なんでディスポーン？ああ、そっか、ディスポーンってか、俺が害悪なところいるからっていう。まあ、こっちがもともと純リスなんだけどね。純リスにただいただけなんだけど。まあまあ、とりあえずね、穴入れぶち殺せたんでよかったと思います。まあ、ああいう時やっぱスペシャリスト強い。で、どうしよう。まあ、とりあえずこの放置で倒すか。いや、もう、まあ、しゃあないよな。だから、幸福ボタン欲しいわ。ドミネーションとか特にだらけるから。さあ、とりあえず B、ちょこっと入ってるって言うね。ナイスカット。強い、ショーティー。で、二人目はいらっしゃらない。で、味方が多分普通に戻してる。はい、フラグオンラインからの、今回もそこ投げと、いるいるいる。ふっ、ふっ、アシストか。まあ、味方ナイスカバー。あ、リロードできてないの。リロード若干遅いのかな。いや、違う。モデリングが多分早いから、リロキャのタイミングずれてるだけか。その説ちょっとありそうじゃない？これ普通に C 取っちゃってよくね。まあ、とっとと試合終わらせた方がね、敵さんのあれにもいいと思うんで。とっとと終わらせちゃいましょう。UAV オンライン。で、多分2回こもってるから、そういうクソイモリ野郎は、ははは、ちょっと待って、お前。ネタかな、君。ナイフでイモってたんだろうな。かわいいな。まあ、とっとと終わらせてあげるからね。あ、待って、これまた後ろリスポンじゃない？は？待て。何しと、ナンバーショット？あ、オッケー。やっぱディスポーン頑張ってんな。は？これ絶対 UAV かなんか当たったっしょ。違う？なんであれ爆発したん？で、C の2回いるから、ちょっと味方最後それ倒そう。ラスキルにしようぜ。いや違う。上上がった、上上がった。それ味方上上がったよ。やられてんねー。まあ、いいや。はい、ということで、無事ね、圧倒的力で勝利。まあ、これがショーティのパワーですよ。いや、全然強いね。なんか、ほんとインフレ COD って感じだわ。前まで 50GS で騒いでた自分が恥ずかしいですわ。はい、っていう形でね、まあ、今回ね、ゾンビのやつがついにレベルマックスになったということで、じゃあどうなるかって言ったらね、こちら、迷彩チャレンジをまた、アンロック、ハンドガンできるようになったよね。オッケー。じゃあちょっと私ハンドガンね、やって、もう全迷彩獲得しようかなと思うんで、よかったらそちらの動画も見てください。はい、ということで、これからもね、コールオブデューティーモバイルの動画上げていきますので、もしよろしければ通知が届くようにチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。待って、ちょっと待って。ちょっとごめん、動画撮り終わった後に、普通にアタッチメント見てたら、ごめん、マロードサップから、タクティカルサップに変えたら、待って、これ、なんか、ロマあるよ。サプレッサー付け分けてるって感じではあるけど、どういうことこれ。これもしかして、これモデリングされるんだったらマジ神じゃない？あ、なってへんわ。さすがにそれはダメ臭そうっすね。ちゃんとこれ両方ともタクティカルサップだよね。うん、多分タクティカルサップになってると思うから、まあ、この TPS 視点というか、このカスタム画面だけって形なのかな。あー、これちゃんと戻ってるわ。で、こっから、これに変えると、あ、ダメなんだ。ここから、あ、一回、こう、公開マッチ行かないといけないのか。あ、けど変わってる。ほら。変わってる。このなんかちょっと、ね、アンバランスな感じいいよね。わかるっしょ。こういう形で、あ、覆いかぶさってる。ちょっと方形みたい。見て、ほら。すげえ。面白いね。まあ、こういうちょっとバグも残ってるっていうのもね、一ついいところなんじゃないかなと。まあ、別に害のあるバグじゃないんで、全然ありだと思います。